はい、そしたら、ハリオン結びます。まあ、スリーブの SS サイズ、SS を通して通します。一回輪っか作って、で針の地元の穴にもう一回入れます。でぐーっと引っ張っていきます。はい、でこれで穴を小さくします。それでこの、輪っかの方ですね、針じゃなくて輪っかの方から通します。このような形でスリーブロケット、ちょっとスリーブ外れたんで、はい、でこれで、スリーブを通します。このままここからの手巻きする場合は一回もう一回通して、この輪っかがちっちゃくならないように殺しを、入れますが、スリーブを入れるときはもうそれは不要です。はい、でこれで、圧着します。そしたらこの糸、まあ、ここのギリギリのところでガチッと、切ってもらっても大丈夫ですが、心配な方はこれを一定で巻きます。これがね、千枚同士が入りましたね。ちょっとこれやりづらいね。なんか千枚同士はちょっとこれ太いんで、もう一つ細いやつだったら、まあ、大体3回から4回ぐらい巻いたら、大丈夫です。で、この端っこですね、それでここの部分が餌落ちが悪くならないように、収縮チューブを、つけますが、ちょっと今日は今収縮チューブ用意してこの忘れたんで、まあ、このまま麺でも別に問題はありません。でこれ首振りの仕掛けですね。まあ収縮チューブつけた方が、まあ収縮チューブとか、マニキュアとか塗った方が餌の落ち方はいいです。そしたら今度こっち側ですね、ワイヤーの方に結ぶ方、これも同じように輪っかをつけます。あ、輪っかじゃスリーブを入れますね。そしてこう輪っか作って、ぎゅーっと引っ張ります。で逆方向からもう一回ぎゅっと入れます。ちょっと短い仕掛けになってますが、本来はもう少し長い、ワイヤーを使います。これでぐーっと、でこの端と処理、
ちょっとこれまあサンプルなんで短めになっていますが、まあこれでも全然、短いタイプでも使えますが、まあ基本的に30センチぐらいが、一番一般的ですね。30から35で這わせたいときは、ステイプを短くしてハリスを長くするというやり方もありますので、40センチ、45センチっていうハリスの、長さの時もあります。あとは、ステイプを1ヒロぐらい取って、このハリスを短くするというやり方もあります。